戦前の関西宮殿現代の新快速京阪神快速は、かつての鉄道省、日本国有鉄道及び現在の西日本旅客鉄道が京阪神地区の東海道本線、山陽本線で運行している快速、新快速、並びにその前身にあたる急行電車を指す通称である。本校では、これら全てを歴史に重点を置いて記述する。 なお本校では JR 西日本による愛称路線名設定以降の出来事については北陸本線米原駅長浜駅間と東海道本線米原駅京都駅間については琵琶湖線東海道本線京都駅大阪駅間を JR 京都線東海道本線大阪駅神戸駅間と山陽本線神戸駅姫路駅間については JR 神戸線で記述する京都 大阪、神戸の関西三大都市を結ぶ東海道、山陽本線は、1934年の水田駅、須磨駅間の電化により、電化前に運転されていた、京阪神間区間運転の快速列車及び、普通列車を継承して、急行電車と観光電車が運行されるようになった。この急行電車は、 大阪駅神戸駅間を結ぶ電車であったが、1937年10月の京都駅水田駅間の電化により、運転区間が京都駅まで延伸された。急行電車は太平洋戦争劇化による戦時体制強化によって、1942年11月に一旦廃止されるが、戦後1949年4月に京都駅大阪駅間で復活。 6月には、戦前同様神戸駅までの運転が再開された。1956年11月の前原駅、京都駅間の電化までは、京都駅神戸駅間で運転されていたが、この前原駅までの電化と1958年の姫路駅までの電化によって、運転区間が東西に拡大され、その後も電化区間の精神と、客車普通列車の電車化によって、 運転区間が広がったことから、これまでになっていた京阪神観光線との並走区間での速達列車としての役割に加え、中距離列車としての性格も帯びるようになった。この間の1957年9月には、急行電車の名称が運転区間の延長に伴って、既存の急行列車や準急列車との間で矛盾を生じたことから、名称を快速電車に変更した。 その後現在に至るまで、幾度か、運転区間、運行形態の変更はあったが、基本的には、1964年の113系、投入時点での運転区間の運行形態が、踏襲され現在の快速の元となっていたが、大垣駅前原駅の直通は2016年3月26日を、もって廃止され現在に至っている。1970年10月には、 京阪新館におけるさらなる速達サービスによる需要喚起及び流動創造を目的に関西宮殿の再来とも言える新快速が誕生した。2016年3月26日現在、東海道山陽本線系統の快速、新快速は西は上郷駅、赤羽線番州赤羽駅まで、東は前原駅まで、北は 北陸本線敦賀駅まで運転されている。京阪神快速の名称は、他の運行系統と記述を区別するときに用いられることがあるが、実際の旅客案内に用いられるものではない。左側二線が電車線、右側二線が列車線の線路別複々線区間、東海道、山陽本線の京阪神地区では、草津駅西明石駅間が複々線となっている。このうち、 草津駅から新長田駅間は方向別複々線とし、線路の外側を外側線と呼び、内側は内側線と呼ばれている。草津駅京都駅間では内外ともに最高速度時速 130km であるが京都駅西明石駅間は外側線が時速 130km、内側線が時速 120km になっている。 兵庫駅から新長田駅間で内側線が下り外側線を南側へ乗り越え、兵庫駅西明石駅間は線路別複々線となっている。電車線は快速、普通が使用し、列車線は原則的に特急列車や貨物列車と新快速が使用しているが、朝ラッシュ時には舞子駅、垂水駅、菅駅を通過する快速も運転されている。新快速は 西明石駅京都駅間では、原則外側線、列車線を、草津駅京都駅間では、多くが内側線を走る。昼間時は、西明石、明石、尼崎、高槻で新快速、普通の乗り換えは、階段での移動が必要である。外側線、列車線と内側線、電車線の使い分けは、歴史的にも変化し、現在は、 効率的な運行のためにかなり複雑なものとなっている。詳細は、北陸本線前原駅鶴ヶ駅間、湖西線運行形態、琵琶湖線運行形態、JR 京都線運行形態、JR 神戸線運行形態、及び阿光線運行形態を参照快速は、京都駅を越えて琵琶湖線へ直通し、高月駅安駅、前原駅間と明石駅加古川駅、 姫路駅間で普通として運転されている。大阪駅から東は安駅、前原駅、長浜駅まで、西は加古川駅、姫路駅、網市駅、上郡駅、番州阿光駅まで。一部の快速は大阪駅を始発、終着駅としている。朝には北陸本線経由の大見市を追記安土発の列車、草津線、 湖西線からの直通列車がある。草津線と湖西線から直通する列車は、各線内は普通として運行される。また、福知山線と片町線は一部直通する。JR 京都線では、全区間を快速運転する列車もある。かつてはほぼ終日運転だったが、ダイヤ改正を重ねるにつれて、運転時間帯は縮小し、現在は早朝、朝ラッシュ時のみの運転になっている。 JR 神戸線では列車、外側線を走行する快速が、平日朝ラッシュ時の大阪、京都方面行きの全列車、土曜、休日は朝の上り大阪駅2本のみ設定されている。JR 神戸線、京都線ともに、平日朝ラッシュ時は8分間隔で、大阪駅に向けて運行されている。JR 京都線で、全区間快速運転する列車は、兵庫駅で、 電車線に移り、須磨駅、垂水駅、舞子駅に停車する。逆に、JR 神戸線、上り外側快速は、高槻駅で内側線に移り、種別幕も普通に変更して運転している。また、福知山線及び片町線に直通する区間快速は、JR 京都線や JR 神戸線内は各駅に停車するので、 各駅停車に変更して運転している。日中以降は、高槻駅西明石駅間で、快速運転、高槻駅安駅、米原駅間と西明石駅姫路駅間は各駅に停車する、普通として運転している。この時間帯の1時間の本数は、下記の通りである。高槻駅、大阪駅、芦屋駅、須磨駅で普通と、加古川駅で新快速と接続する。 安駅では、前原方面の上りのみ新快速と接続し、朝晩には、大見八幡駅、野戸川駅でも、環球接続がある。また、天ヶ崎駅では JR 東西線 JR 宝塚線の快速列車と同じホームで接続する。大阪発着の JR 宝塚線快速との、接続が図られている列車もあるが、朝らし主時以外は、同じホームでの接続にはならない。 新快速は、鶴ヶ駅番州阿古駅、上郡駅間で、北陸本線、琵琶湖線経由、または、湖西線経由で運転されている。新快速の運行形態の詳細については、新快速 JR 西日本を参照判例、全列車停車、この区間は各駅に停車、朝夕ラッシュ時の一部列車が通過、全列車通過福知山線及び、片町線に直通する。 区間快速は遠区間は各駅に停車するので省略。電化当初に投入された42系と、流電で知られる52系の両形式とも、戦前の商船電車を代表する高速性能に優れた中長距離向け車両であり、戦後も80系、113系と、その当時を代表する国電の中長距離向け電車が、登場初期に、急電、快速に投入された。新快速は、 当初1 1 3系で運転を開始したが、約1年半で急行用の1 5 3系に置き換えられた。その後、国電としては極めて異例な地域特定車両として、1 1 7系が登場した。国鉄分割民営化後に登場した2 2 1系で、再び新快速、快速用の車両が共通化された。2 2 1系は、 現在新快速運用から退いているが、快速限定の2 2 3系6 0 0 0番台を除き、後継の2 2 3系1 0 0 0番台、2000番台、2 2 5系0番台、100番台は、新快速、快速共通で運用されている。新快速の前身である、関西宮殿では茶色が塗装に採用されていた。京阪新快速では、 武道職2号は一時期採用されていない期間があったが117系の登場によって復活し、以降、現在最新型である225系100番台に至るまで、軽半身快速のシンボルカラーとして、武道職2号は継承されている。快速、新快速ともに、網星総合車両所所属の225系0番台、100番台、223系1000番台、2000番台が、 快速はさらに2 2 1系及び2 2 3系6 0 0 0番台電車も使用されており、6.80.12両編成で運転されている。新快速と朝ラ主事は2 2 3系2 2 5系仕様の快速では、時速 130km 運転を行っている。京阪新築の電化に際し、当初投入された4 2系は休、急行。 観光の双方の運用に対応できる20平方メートル扉のクロスシート車で高速性能に優れていた。電化後、当時としては画期的な流線型の52系を投入。翌1937年に投入された二編成は、小仙電車発の広窓を採用し、同年10月の京都駅までの電化区間延伸に、際して増備された半流型の二編成とともに、 戦前の関西宮殿の主力となった。戦後1949年に復活した宮殿は、当初は42.52系を使用していたが、1950年8月に運用を開始した80系に置き換えられ、同年10月には横須賀、半和の各線に転出した。80系はその後も増発や化区間の拡大に際して増備を重ね、 1950年代から1960年代前半にかけて、宮殿、快速の主力として運用された。しかし、比較的タンク間の利用が増加したことや、新幹線乗り換え客の流動円滑化のため、1964年から113系への置き換えを開始し、1968年9月に、快速用80系の置き換えを完了したが、 1972年3月まで長距離客車普通列車を電車化した岡山、広島方面から大阪駅まで乗り入れる80系の運用が残存していた。113系は1981年まで増備され、1992年に転入してきた115系と共に2004年まで40年の長きにわたって快速運用に充当された。153系は 東海道本線東京、名古屋地区の同形式がそうであったように、1972年3月までは、急行、準急の間合い運用で、快速運用に充当された。京阪神快速では、急行、張馬と、和柴、友の間合い運用で、朝夕ラッシュ時の快速を中心に運用された。この運用は、宮原電車区所属の153系が充当されたが、 ハリマの運用によっては、田町電車区の153系が重当されることもあった。1972年3月に山陽新幹線が岡山駅まで開通し、それに伴うダイヤ改正で大阪、新大阪、京都各駅発着の山陽本線の中高電車急行が激減したことから、153系の快速運用は新快速の間合い運用に変更となり、 後継の117系にも継承された。なお、変わった例として、1964年から1965年に、大垣電車区所属の準急、東海用の12両編成が、京都駅までの普通運用に充当されて、京阪神快速の運転区間に乗り入れていたことがある。 京阪新幹線戦時下の試練も参照雲波42系80系による宮殿関西地方で最初に開業した鉄道は旧日本国有鉄道の路線で1874年に大阪駅神戸駅間1877年に京都駅大阪駅間の路線をそれぞれ開業させた1九百五年四月に阪神が大阪出入京駅神戸三宮駅間 1910年4月に、京阪が、京都五条駅大阪天満橋駅間の路線を開業させて以来、大阪神戸間の阪急神戸線、京都大阪間で新京阪鉄道、兵庫駅姫路駅間においては、山陽電鉄本線と競合する並行支鉄が複数誕生し、市街地への近さ、短い駅間隔、大変性ながら頻繁な運転を売り物とした。 当時の国有鉄道は普通列車といえども、中長距離の利用者を主な対象としていて、運行頻度も少なく、軽半神間といった短距離の輸送についてはあまり考慮されていなかったが、人口及び流動の増加に伴い1930年に半神間、軽半間などで蒸気機関車牽引の快速列車を設定した。1934年7月20日には、水大キスマ駅で、 電気運転が開始され、普通電車の他に、大阪駅神戸機関に、三宮駅のみ停車で二十八分運転を行う、急行電車を設定した。車両は普通電車とともに四十二系を申請して投入した。編成は四両、もは43、42区、五十八、サロン、は46もは三、四十二が所定であり、三十分間隔で二十九往復が設定され、 二編成が2分折り返しで交互に走った。なおこの時点では、阪神間の旅客船は、天ヶ崎駅東名台機関が複々線となって、外側2線が、貨物や普通電車が走行する、観光船となっていたので、普通電車の追い越しは、上下とも西宮駅足屋駅間で、外側線を走っている普通を、内側線の急行が追い抜いていた。 1936年3月18日には、都市化に伴い、阪神が元町駅へと延長。それにこうして4月1日から急行が元町駅にも停車することとなった。1936年5月13日には、急行用の車両として、当時としては斬新な流線型の車体デザインを採用した5 2系1編成4両を登場させた。 その後1937年10月10日に京都駅までの電気運転が開始されると、運転区間を京都駅神戸区間に拡大した。当時の急行の京都駅神戸駅間の中間停車駅は大阪、三宮、元町の三駅だけであり、京都駅大阪駅間を34分、大阪駅三宮駅間を25分で結び、同区間は当時町特急とも呼ばれた。 特急列車つばめより所定時間が7から9分も早く設定されていた。京都駅までの延長に伴い、52系の2編成8両を増備したが、流線型は利用客からは好評だったものの、乗務員扉の省略や、車体裾そのスカートなどが運用、整備上不便だったため、先頭車のみ、通常の貫通型に変更して、さらに2編成8両が増備され、 合計5編成となった。またこれにより4 2系は急行の予備と普通として使用されるようになった。戦後の急行電車に用いられた8 0系や、後に新快速用車両として登場した1 1 7系で採用された茶色とクリーム色の塗装、2 2 1系の帯色、223K1000 番台や2 2 5系0 1 0 0番台の 側面窓周辺の茶色は、旧工時代の52系の塗装を意識したものであり、大阪鉄道管理局や JR 西日本が、関西宮殿を新快速の偉大な前身と位置づけ、関西宮殿と新快速の歴史の連続性を明示する役割も果たしている。その後、1942年11月13日限りで、太平洋戦争による、 戦時体制強化に伴い急行の運転が一旦廃止された。52系は各駅停車に転用され、外側の乗務員室扉がないことから、付随車代用として編成の中間に組み込まれた。1944年には3扉化が計画されながらもに扉で残った。戦後になって、1949年4月10日に京都駅大阪駅間で急行が、 運転再開され、6月1日に京都駅神戸機関に延長。この時52系による急行が復活した。1950年8月には、急行の置き換え用に80系学派も破格14両、投入された。図色は蒸気の通り茶色とクリーム色である。52系の戦後の関西宮殿での活躍は短く、半和線特急電車に転用された。 8 0系は1952年8月からは、付随車を増結して 2M3T の5両編成で、運転された。1 1 3系車。4両目に、グリーン車を従える12両編成。1956年11月に、前原駅京都駅間が電化され、東海道本線の全線電化が完成した。これに伴い、草津、前原方面からの電車が、 京都駅以西の従来の急行電車の延長の形で走ることとなり、現在に至る京阪神の速達列車と中距離電車の一体化がこの時に始まった。ただし、客車普通列車が大阪駅、三宮駅、神戸駅と停車するのに対し、急行電車は従前の通り元町駅にも停車した。1957年9月25日に、 茨城駅大阪駅間の旅客用複々線が完成した。10月1日から80軽電車による準急列車が名古屋駅大阪駅間に設定されることになったが、これにより料金が必要な準急と無料の急行電車が混在するのはおかしいという理由から9月25日に急行電車を快速電車に名称を変更した。 また同時に快速が高月駅の構内改良に伴い道駅にも停車するようになるとともに、阪神間では内側線を走る一般の快速は芦屋駅、外側線を走る一部の快速は西宮駅に停車させることとなった。また80系が東海道線を通して走るようになったことにより、塗色統一の話が持ち上がり、湘南色に統一することとなって、 9月11日に最初の都職変更者が出場した。なお、1957年から1958年に、準急新設と姫路駅までの電化に伴って、登場した80軽電車は、最初から湘南色の塗装で申請されている。その後、1958年に姫路駅までの電化が完成したことによって、一部の快速が神戸駅西に進出して、 姫路駅まで乗り入れ、兵庫駅、須磨駅、明石駅、姫路駅間の各駅の順に停車するようになって、西側でも中距離電車との一体化が始まった。1961年には、一等車を連結するようになった。1964年には、宮原区に113系が51両、新生配置され、9月から7両編成で一部の80系を置き換えて、 快速として運転が開始された。10月1日には、新幹線開業に伴い、新設の新大阪駅が停車駅に追加された。1966年10月には、サロ110の配置により一等車連結列車を113、軽置き換え、サロ連結の基本編成を、高槻電車区、宮原電車区は8両編成とし、 サロフ連結の赤市電車車は基本7両編成となった。各電車とも4両の付属編成を持ち、7両から12両で運転されていた。1968年10月ダイヤ改正で、快速の運転間隔を20分から15分に変更し、神戸駅発着系統は廃止され、西側は姫路方面と西赤市駅発着の交互で運転されるようになった。 なお、高月連尺所属の80系は、同ダイヤ改正を機に運用を離脱して、全車転出したが、岡山、広島方面から乗り入れる80系が、ダイヤ改正後も、快速として、1972年3月ダイヤ改正まで、残存していた。1970年3月には、日本万国博覧会開催に伴い、横須賀線から、 横須賀路113系が転入して輸送に用いられ開催期間中は茨城駅に臨時停車していたが開催終了後も常時停車となった113系横須賀路153系1970年10月の大阪万博終了直後さらなる速達サービス提供のため新快速が初めて設定された当初の運転区間は 京都駅西明石駅間で新幹線停車駅である新大阪駅を通過し、途中停車駅は大阪駅、三宮駅、明石駅のみとした。所要時間は京都駅大阪駅間が最速32分、京都駅西明石駅が最速1時間19分、運転本数は日中の毎時1本の6往復のみであった。新快速は当初の毎時1本体制から、 車両、ダイヤともに大きな発展を遂げることになる。1971年4月26日に運転区間を草津駅へと延長した。京都駅草津駅間の途中停車駅は大津駅と石山駅であった。この当時は横須賀色の113系を使用していた。これは常日の万博輸送のために横須賀線から転入した車両で、 関西では見慣れない色だったため識別には都合が良かったが、後に湘南色に変更された車が多く、113系末期は混色での運転が多かった。1972年3月15日には、山陽新幹線の岡山駅までの延伸開業により余剰となった急行系電車の153系を投入し、 日中京都駅大阪駅や菓駅間で1時間あたり4本に増発した。この時新快速に転用された153系は新快速色と呼ばれる白地に青帯の塗装に変更しブルーライナーの車両相性を付与した。新快速の運行時間外などは快速としても運用され、稀に湘南色との混色編成などもあった。 新快速は15分間隔のパターンダイヤで設定され、急行軽車両の使用により、最高速度を時速 110km に引き上げたことで、大阪駅京都駅間を3分短縮し29分運転とした。両駅で1分停車するため、大阪駅と京都駅の出発時刻が揃えられており、宣伝では時刻表不要の高頻度と時刻のわかりやすさが強調された。 京都駅及び大阪駅の駅舎壁面上部に時計をかたどり29分間を強調した広告がこの頃存在した。ただし当時の幹線では保守間合いと呼ばれる列車の運転休止時間帯があり、日によっては運転間隔は一定でなかった。当時は草津駅西明石駅間及び京都駅姫路駅間の2系統とその区間運転の列車があり、 姫路駅発着の列車は西明石駅を通過していた。当時の特急、雷町は大阪駅を毎時零分に新快速と同時発車していた。しかし、雷町は新快速よりも大阪駅京都駅間の余裕自分を多く取っていた。そのため、共に新大阪駅を通過した後に新快速が雷町を抜き去っていく光景が北陸方面に向かう。 来庁が走るたびに繰り広げられた。来庁が走る列車線、外側線のダイヤを作成、管理していた国鉄本社は、これではあまりにみっともないということで、新快速のダイヤを管理する大阪鉄道管理局に新快速のダイヤをずらすように指示したものの、大阪管理局はパターンダイヤを変更することは利用者にとって不便になると拒否した。やむを得ず本社側が折れ、 大庁の新大阪駅停車開始に合わせて、ダイヤを5分ずらすことにした。1973年10月1日の改正で、姫路駅発着列車が1時間あたり2本に増発され、1974年7月には、古西線が開業し、1本が、片田駅まで乗り入れるようになった。1975年9月1日から新快速、及び、快速の京都西赤市間で、 車内禁煙区間が設定され、車両にステッカーが貼られた。この区間外では、喫煙が可能であったため座席横の灰皿は残された。1978年10月2日のダイヤ改正では、神戸駅が停車駅に追加された。117系1980年1月22日には117系が営業運転を開始した。 153系の新快速は、元有料急行用車両とはいえボックス型の固定シートであったのに対し、軽半間を運行する半球、軽半ともに転換クロスシートを備えた特急専用車を使用していた。これら私鉄特急に触発され、運行区間延長への対応と需要管喫策を兼ねて、料金不要車両ながら転換クロスシートを持ち、シートに枕カバーが付き、 蛍光灯にもカバーがつく、極端なまでの標準化を推進する当時の国鉄としては破格の車両が誕生した。導入にあたってシティライナーの車両愛称を付与され、ヘッドマークの公募も行われた。この117系は戦前の関西宮殿の生まれ変わりとも言える。クリーム色と茶色をまとって登場し、この茶色は後の新快速車両にも受け継がれることになる。 117系の評判はよく、153系からの置き換えが急ピッチで行われ、同年7月の時点で6両編成21本が出揃い、7月9日からすべてが117系となった。この時期、国鉄の普通列車において、表低速度が時速 70km 以上の列車は44本あり、そのすべてが新快速であった。その中で、 京都発大阪駅の新快速 3681M は京都駅大阪駅間を30分で走行し他の新快速が29分で走っていたことを考えればやや遅い列車であったものの表低速度は1980年当時の普通列車の中では最速となる時速 85.6km であったこれは当時の国鉄在来線の全列車の中でも2番目に 早いもので、当時最も早い特急であった、カエツ午後以外のすべての特急よりも早かった。1985年3月14日から、朝夕に各駅停車ながら、彦根駅発着列車の運行を開始し、日中の草津駅発着列車が1時間あたり2本に増発された。同時に新大阪駅が停車駅に追加された。高槻駅大阪駅間の最高速度が、 時速 100km から時速 110km に引き上げられた効果で、新大阪駅に追加停車しても、京都駅大阪駅間を29分で運転できるようになった。これまで新幹線が停車する新大阪駅の通過は、新幹線利用の遠方客を中心に5乗を招いて、いたがパターンダイヤを維持するための新大阪駅通過が解消されることとなった。またそれまで普通、 快速と同じ内側線を走っていた新快速のうち朝夕一往復ずつが外側線を走るようになった。1986年11月1日の国鉄最後のダイヤ改正からは山品駅に新たに停車し、西明石駅にも全列車が停車するようになり、西側は全列車が姫路駅発着となり、東側も彦根駅と、 大見舞子駅まで1時間に1本ずつ延長されると、ともに、草津駅彦根駅間で、各駅停車であった、新快速の停車駅が削減され、現在の停車パターンによる、速達運転が開始された。また、国鉄分割民営化を控えて、従来国鉄本社直轄だった外側線と、列車線が、大阪鉄道管理局に開放され、草津駅西明石駅間の複々線区間で、 新快速はそれまでの内側線、電車線から、外側線、列車線走行に変更となり、大阪駅京都駅間と大阪駅神戸駅間で、それぞれ3の5分ほどの時間短縮が図られた。後に、大阪駅から新大阪駅間と京都駅、草津駅間は、平日ラッら主人以外内側線を走行するようになった。またそれまで、 大阪駅で快速が新快速を退避していたが、これに合わせて、快速、新快速と普通の緩急接続に変更された。側窓を加工式としたマイナーチェンジ版の117系100番台が6両、3編成増備される。この時点においても朝夕ラッシュ時には新快速の設定はなく、外側線を走行する快速がラッシュ時の最速列車であった。 また国鉄の鉄道管理局の協会が彦根駅前原駅間であり、新快速の到端は彦根駅発着であった。113系快速電車1970年10月1日に新快速が設定されて、以後、快速に関しては17年後の民営化に至るまで、基本的に大きな変更なく113系が使用され、続けた。 この時点の京都駅西明石駅間での停車駅は、原則として、高槻駅、茨城駅、新大阪駅、大阪駅、芦屋駅、三宮駅、元町駅、神戸駅、兵庫駅、須磨駅,駅、明石駅であった。外側線を走る一部の快速は常日の通り西の宮駅に停車し、須磨駅、西明石駅を通過した。また、 通勤時間帯には新快速は運行されていなかったため、速達列車の主流は113系を用いた快速であり、夕方ら主事では内側線と外側線を利用した大阪駅同時刻発車の下り快速の設定もあった。その一本は宮原電車区所属の大阪主発下り最長走破となっていた12両編成グリーン車夫岡山駅行き快速で、 途中駅での編成解放もされず、全区間十二両で運用されており、これは、宇野線への新幹線接続用快速の、グリーン車連結のために、関西から百十三系を送り込むため、運転されていた。この列車は、宇野線ん快速が、岡山電車区の百十五系に置き換えられ、さらに、京阪神快速のグリーン車が廃止された後も九百八十八年三月台や改正まで、 運転され、担当も、阿保市電車区に変わっていたが、上東駅や高島駅の開業後は、両駅のホーム有効庁の関係上、阿保市駅で4両を切り離していた。1972年3月15日の改正では、東側で、草津駅まで1時間あたり4本に増発された。同時に、垂水駅にも電車線の快速が停車するようになり、列車線の快速停車駅に、 西明石駅が追加された。同年4月20日には、六甲道駅に内側線を運転する快速が停車するようになった。1974年7月20日には、湖西線が開業し、一部列車が湖西線に直通するようになった。1980年10月1日の改正で、グリーン車の連結が中止されたが、それに先立って8月末から、時刻表から、 グリーン車のマークが消え、連結されていた車両は普通車として解放され、編成から抜かれたグリーン車は首都圏へ転出した。末期までサロには、旧一等車グリーン車を示す、薄緑の帯が示されており、この時代をもって実質的に関西地区での普通列車へのグリーン車付属がなくなることになった。これにより基本編成が7両に統一され、 最大編成でも11両となったが、1981年10月には、高槻電車区の編成に、左派111が連結され、基本編成が再び8両に戻された。1985年3月14日の改正で日中の快速は、高槻駅京都駅間で各駅に停車するようになり、この時間帯における、普通の同区間の運転はなくなった。 221系新快速1987年4月1日、国鉄分割民営化により、西日本旅客鉄道が発足した。発足時は、国鉄最後のダイヤ改正時のダイヤをそのまま継承した。JR 発足後は朝ラッシュ時にも新快速が運転されるようになった。1989年には221系が登場し、その大きな窓と明るい車内が、 新製 JR の格好の PR 材料となった。JR 他社が新設計の特急車両をフラッグシップとする中、国鉄時代に実現しなかった関西地区向け211系の分も合わせて一挙に投入された221系はすぐに京阪神エリアの顔となり、通勤輸送の改善や時速 120km 運転の開始により、 今日のアーバンネットワークの基礎を築き上げた。私鉄沿線よりも開発予知の大きかった国鉄 JR 沿線の発展に伴い、当初新快速用が6両、快速用は4両同士連結の8両、編成であった221系も8両編成が主体となっていき、最長12両編成の列車も徐々に増加していった。1九9五年一月十七日の阪神。 淡路大震災では各鉄道が大きな被害を受け長期運休を余儀なくされた。その中から阪神間で最も早く開通したのが JR であった。貨物輸送も担う幹線であり復旧が急がれ、また JR 各社の応援を得られたことも大きかった。223系2000番台新快速復旧後の JR 神戸線は 普通区間のあった達施設からの一時的な転移客に対応して通勤時間帯を中心に増発、増結が行われた。特に輸送力が求められた新快速は予備車の活用や仙台117系の投入により増発、その後223系仙番台を急遽追加投入して輸送力確保に努めた。被害の大きかった。 阪神館や神戸市内での沿線人口が減り、明石市方面への転居者が多かったことも JR に有利に働き、先日の通勤時間帯に増発された列車は、さらなる利用増加を見据えて運転が継続された。さらに、京都駅ビルの集客力強化に成功したほか、京都を越えて直通運転する、琵琶湖線沿線、特に、草津市、森山市を中心とする地域では、 新快速による時間短縮効果が大阪、京都への通勤客を中心とする人口増を呼ぶとともに京都市内からの大学の新キャンパス設置や滋賀県内への企業誘致など新たな需要の拡大を生んでいる。阪神大震災後に乗客が急増した JR、神戸線の増発用として急遽制作された二百二十三系線番台は扉間の座席を一列減らして ドア周囲を広く取ると同時に、その空間を利用した補助席を新たに設け、ラッシュ時の混雑緩和と日中時間帯の着席サービスの両立を図った。長席時間帯の新快速の増発は、時速 130km 運転に対応する223系の増備が進むにつれて、朝ラッシュ時の快速も223系化されて、足並みが揃えられ、 神戸駅大阪駅間で快速が先着になるなど、ダイヤにも手が加えられている。225系ン番台新快速2005年4月25日に JR 福知山線脱線事故が発生、余裕のないダイヤが一因であるとの批判を浴びた。翌2006年3月18日のダイヤ改正では、余裕時間の見直しが行われ、京都、大阪、 三宮駅での停車時間を約2分とし、余裕を持った折り返し運用などが実施され、京都駅大阪駅間が27分10秒から28分20秒に、大阪駅三宮駅間では19分50秒から20分50秒に、それぞれ改正前より約1分の所要時間増となった。また、主要駅に設置されていた新快速の宣伝看板も、 所要時間の延長を理由に撤去されるようになった。なお、新快速と朝の一部の快速の最高時速 130km 運転は継続しており、車体の強度を高めるなどの安全対策や、全車両 0.5M とすることなどの製造コスト削減を図った223系の合計225系が2010年12月から運用が開始されている。年表、編集 ありがとうございます。